まあ、吉田監督が試合前言ってましたけど、それは言い訳にできないと、はい、やっぱりそういうメッセージは選手にも伝わっていると思いますし、選手たちも急に決まったスケジュールではないですからね、はい、武藤が競り勝って酒井の黒原、武藤はヒールで合わせてきた、下がって今競ったの佐々木でしたね。酒井豪徳打った、ナイスキーパー、このあたり左手伸ばしましたね。酒井豪徳非常にコントロールされたいいシュートだったと思いますけどね、はい、阿部です。池田が浮き球をルキアンに流し込みます。ルキアン収めて折り返した、逆サイドから杉岡が来た、ナイスクリア、ギリギリで山川、これがですねチャンスになっちゃいました。ルキアン、まあ本当そうですよね、はい、初打です。宮代スルー、ゴール前大迫ずらす、井出、大迫勇也、旗が上がりました。しかしながら入った早々いきなり出てきました、まあ、ここはね最初受けたとこ井出のところはオフサイドでしたけど、はい、大迫じゃなくて井出がオフサイドですね、そうですね、はい、この後の反応ポジショニングの取り方ですよね、で体ひねってのシュート、まあね、ここでずっと仕事をしてきた選手ですからね、当然クロスのターゲットジアン、おお、マテウス・トゥーレル、決定機でした神戸、湘南ボール高橋、あーっと狙って取った、山口流し込んだ、チャンスを止めて大迫、中見たずらした、マテウス・トゥーレル、大迫勇也、大迫勇也戻してる、いやー打った、まさに神戸の顔、10番と11番、アシスト大迫、フィニッシュ武藤、均衡を破れたレモンガススタジアム、93分、武藤よしのり、見てね、丁寧なパス、このあと武藤の、あ、大迫の反応、早いんですよね、トゥレルのセッターとね、そのことによってやっぱりチャンスになりましたし、あとシュートではなくて、しっかり武藤に丁寧に落とした、これでクリアに逃げます。試合終了の笛、ヴィッセル神戸アディショナルタイムの劇的な勝利。